listening to Shibuya Cross FM. こんばんは。渋谷映画スクランブルです。今月もお待たせいたしました。映画アドバイザーの宮崎武さんと一緒にお届けしてまいります。こんばんは、よろしくお願いします。今日もね、引き続きマスクをしてやっていきます。はい、ちょっと目から下見えないですけどはっきりちょっと喋っていきますので、よろしくお願いします。もうなんかすっかり涼しくなったというか、秋ですね。ちょっと雨降ったりまたしてきましたけど、もうすっかり秋に入り、僕は髪を切って、あのこのもさもさした感じから抜け出しました。装いも新たにかなり切りましたね。そうですね、バッサリ。ちょっとなんかいろいろ初っ端から言う話じゃないですけど、行き詰まりを感じまして、何をですか。ちょっと仕事だったり人生だったり、いろいろちょっと心機一転したいなと思いまして。季節もね、はい、変わりますしね。バッサリ切ってきました。装いも新たに、気持ちも新たに、ちょっと今日も行きたいと思います。はい、この放送はパソコンやスマートフォンでもご視聴いただけます。音声でお楽しみの方は 88.5MHz です。ぜひ音声でもお楽しみください。番組のですね、あと宮崎さんへのメッセージ、番組へのメッセージ、感想、ご意見、何でも大丈夫です。よろしかったらメッセージください。出るかな、ここ info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp です。こちらまで、メッセージお待ちしております。お待ちしてます。よろしくお願いします。番組のツイッターも開設しておりますので、ツイッターからのメッセージもお待ちしております。@r_映画スクランブルです。よろしくお願いします。で、曲いっちゃおうかなお願いします。マルチーズでヒロイン。
はい、それでは今月も宮崎さんのおすすめの作品を紹介していきたいと思います。はい、いつもだったら、はい、これから公開される新作映画を紹介しているんですが、はい、ちょっと今日は特別と言いますか、うん、ちょっと僕昨日見てきたばっかりでまだ熱量がすごい残ってるんですけど、いいですね。9月23日より公開しております、はい、吉田圭介監督作品、はい、空白、はい、こちら本当に素晴らしい作品だったんですけど、はい、僕吉田監督の作品昔からすごい好きで、金井さん見たこと あります？何本か遡ると机の中身とか、うんうん、三角とか、あ、三角、はい、愛しのアイリーンとかすごい好きなんですけど、アイリーン、そうですね、アイリーン最近ですよね。そうです、3、4年前ですかね、うん、で、なんですかね、こう吉田監督の作品ってこうどっかなんかちょっと面白い人間模様というか、うん、なんかクスクス笑えてしまうような人間模様だったり、うん、恋愛模様だったり、うん、なんかこうくすぶってる人間のこう生き様だったり、うんうん、まあ、他にはなんか漫画原作の作品だったりとか、はい、今までそういうタイプの作品が多かったと思うんですけど、うん、今回の空白に関しては何ですかね、この現実というか、はい、僕たちが生きるこの社会に根ざした物語というか、それは今までの吉田監督の作品でなかった初のパターンだなと思っていまして、出演は古田新太さんと松坂桃李さん、まあ他にもたくさん著名な方いらっしゃるんですけど、メインがこの2人となっていまして、簡単にあらすじ紹介しようと思います。松坂桃李さん演じるスーパーの店長が万引きをしようとしている女子中学生を捕まえます。で捕まえたんですけど逃げられてしまって、はい、でスーパーの外に女子中学生が走って逃げてったのを店長追いかけていくんですけど、はい、その際に、道路に飛び出した女子中学生が車にひかれて亡くなってしまいます。で、この古田新さん演じる男が、その女子中学生のお父さんなんですね。で、すごい横柄な態度を取るこうぶっきらぼうな、性格の男なんですけど、はい、こう娘はこう万引きなんてするような子じゃない、何か原因があるはずだ、お前なんかしたんだろうって、逃げ出す事態なんだから、お前なんか娘にいたずらしたんだろうって言って、こうスーパーの店長をこう問い詰めていく、つきまとっていく、で、その2人と関わりのある人たちだったりを、描いていく物語なんですが、何ですかね、こう事件だったら犯人がいて、こう償うべき罪があって、でこう被害者たちはこう生じた理不尽だったりとか、はい、怒りや悲しみを犯人にぶつければいいじゃないですか。けどこれって事故じゃないですか、うん、そうですね。で事故だとやっぱり犯人がいないから、うん、とはいえやっぱり人が一人死んでいるわけで、うん、理不尽は生じてるわけで、うん、お父さんもこう怒りや悲しみが生じてて、うん、でけど犯人がいないから我慢するべきだとは思うんですけど、やっぱり人ってぶつけちゃうじゃないですか、うん、その行き場のない思いをね。そうですね、はい、でなんですかね、でそのお父さんはその、まあ、娘がいじめられてて万引きを強要されたんじゃないかとか、はいはい、こうスーパーのお前が娘にいやらしいことをしたから娘が飛び出して逃げ出したんじゃないかとかっていう理由を見つけようとしたり、でこうロジカルに考えたらやっぱスーパーの店長は悪意はないし間違ったことはしてないと思うんですよ、はいはい、万引きした中学生を捕まえて逃げたから追いかけた、で、まあ、偶然事故に遭ってしまった、はいはい、彼に罪はないけど、なんでしょう、見方次第では例えばスーパーでこう万引き犯を捕まえるマニュアルとか、逃げ出したら追いかけず警察に通報するとかっていう徹底したものがあったら結果は変わってたかもしれない、はいはい、っていう、なんていうんですかね、やっぱりなんか理由を、まあ、見てる監督も探してしまうというか、はいはい、誰かが悪いんじゃないか、ね、何か理由があったから、はい、まあ、一番は彼女が万引きしたことがいけないんですけど、けどそれもその序盤でお父さんの生活が描かれてて、離婚しててお父さんと娘の二人暮らしで、お父さんも横柄な態度だから娘は全然お父さんにこうどう接していいか分かんなかったりして、はいはい、学校でも友達がいなくて、
って考えるとお父さんにも責任があるんじゃないかとも取れるし、でまた劇中にあのマスコミが出てくるわけですよ。あ、それをかき回すというわけではないけれどね。で、はい、余計に何て言うんですかね、そういう、まあ、僕たちが日頃見てるようなワイドショーだったりみたいのが繰り広げられてって、で結局何ですかね、その僕が今言ったようなそのスーパーのマニュアルがとか、なんかお父さんのなんか娘との関係性とかっていうのも結局外野の意見でしかないというか、この作品すごいいいなと思ったのが、何でしょう、そういう、まあそのスーパーの店長だとかお父さんだとか、その状況は人それぞれに違うと思いますけど、同じような状況に陥ることっていくらでもあると思うんですよ。わかんない SNS のトラブルかもしれないし、誤解が生じてなんか付きまとわれたりとか、わかんないんですけど、なんかその当事者にならないと感じることのできない辛さとかその状況みたいのをすごい描いてく、で僕たちも日常においてそういう状況になり得るけど、なり得た時のことなんて考えないじゃないですか普段。そうですね、マスコミに追われてとか、なんかイメージはテレビとかドラマの影響で分かりますけど、だからなんかなんていうんですかね、その当事者でなければ直面し得ない人間模様をなんかこの作品を通して、疑似体験っていうとまたちょっと違うんですけど、なんかそれを覗き見れることだったり、なんかそういう外野があれこれこう当事者でもないくせにわめき散らしてることを普段僕らもしちゃってるなっていうワイドショーに踊らされてるなとか、っていうなんかその当事者がどういった感情を抱いたりどういったことに直面したりするかっていうのを直にこうなんか感じ取れて、だもう何度も何度も僕は胸を締め付けられ、何度も何度も涙が流れ、で本当になんていうんですかね、その結局誰が悪いかとか分かんないじゃないですか、はい、決められないじゃないですか、容易に誰が悪いということでもないですね。でそういう題材、答えのないものに向き合って作っているっていうこの作品がまず素晴らしいなっていうか、絶対脚本書く上でも演じる役者さんたちにしても相当神経すり減らす、なんか答えが出てることならやっぱり犯人がいればやっぱり怒りをまあぶつけるべきかは分かんないですけど、対象がいればこそ、ゴールがあればこそ、なんかここにたどり着けるっていう安堵の気持ちとかあると思いますけど、何もゴールのないものへ向かってくって相当すごいと思いますし、そういうテーマに向き合ってるっていうこの作品が本当に素晴らしいなと思って、そうですね、で何ですかね、でこの作品が23日公開、まだ公開したばかりで、まだこの週末の興行成績みたいなのは出てないから、どれだけの人が見てくれてるかわかんないんですけど、僕の周りではもうみんな大絶賛してて、なんですけど、やっぱりこうなんかキャッチーなその話題性というか、なんかまあ、重い作品好きな人だったら多分食いつくと思うんですけど、映画にそんな重いのなんて求めてないって人もやっぱりなんか、まあ、エンタメね、そうですね、娯楽アクション見たいとか、はい、恋愛見たいとかっていう人もいると思うし、それも正しい、別にディスってるわけじゃなくて、日常がしんどいからこそ映画にそういうのを求めるっていう人もいるし、だからこそなんか僕はこの作品すごいなと思っているし、周りでもヒットしてるんですけど、やっぱり実際どれだけ届くのかなっていうのが少しなんか不安にも思っていまして、でちょっと話それるんですけど、これってオリジナル作品なんですね、原作のないっていうのも僕はすごいいい点だなと思うんですけど、原作でそれっていうのもやっぱり今の日本って、日本の映画って原作もの多いじゃないですか、そうですね、その漫画原作だったり小説原作だったりで、別にそれを悪く言うつもりはもちろんなくて、でけどそういうものが多くなってるっていうのはやっぱり集客のことを踏まえて、まあそうですね、ある程度ね見込めるっていうところはね、そうですね、その原作のファンが見に来てくれるっていう約束、まあ絶対じゃないですけど、一定のその数は確保できるからやっぱり原作ものに行きがちだし、
で、なんでしょう、まあ、インディーズ映画とかはまた別なんですけど、はい、まあ、オリジナルがあってこそだと思うんですけど、なんかこう、この規模、この空白のこの規模でオリジナルで勝負してて、これだけ面白い作品があって、はいはい、なんでしょう、映画じゃないとできないアプローチだったり表現だったりで勝負してる作品が今あって面白くて、それがちゃんと届く日本の映画シーンであってほしいなって思っているので、あのこの週末の興行成績がどうだったかっていうのは僕はすごい今気になってるんですけど、楽しみですね。そうですね、だから何ですかね、ちょっとまた話それてきてますけど、いいですか。大丈夫ですよ。なんか別にそのオリジナル作品の方が原作作品より優れてるとかはもちろん思っていないし、直近でもドライブマイカーっていう素晴らしい原作ものの小説原作の作品、海外で賞も取った作品もありましたし、優劣はある話じゃないんですけど、なんて言えばいいんですかね、なんかこういういい作品が埋もれてしまうのが僕はすごい問題だなと思っていて、なんて言えばいいんだろう、なんか僕はやっぱりこの作品多くの人に見てほしいですし、まあ響かない人にはもちろん響かないですし、まあそれは別に悪いことじゃないですけど、なんかまず見てもらってこそだなと思いますし、やっぱり映画になんか価値を抱いている人と抱いていない人の違いがあると僕は思っていて、その人にとって本当にビビビってくる一本に人生において一回でも出会っていない限り、多分映画に価値を抱けなんて無理だと思うんですよ。まあ、そうかもしれないですね。で、なんかそのちょっと特定の作品名言うと、あの支障があるから言わないですけど、なんか凡庸ななんかドラマの延長線上なようなエンタメ映画を、まあ別にそれを楽しむ人もいるから別になんか悪く言うつもりはないんですけど、まあそういう凡庸な作品で楽しめている範囲は多分まあ映画ってそんなもんだろうぐらいな価値観だと思うんですよ。でけどこういう空白みたいな映画に出会った時に、多分映画ってこんなに心揺さぶってくれるものなんだっていう衝撃が走ると思うんですよ。まあ、空白じゃないかもしれないですけど、人によっては、なんかだからこそ僕はなんかあの普段本当に心から押せる作品しか押さないんですけど、それはやっぱりその人にとってのその映画の価値観を揺らがせるほどの一本に出会ってもらわない限り、映画を好きになるなんて起こりえないなって思ってるから、なんかしょうもない作品をなんか仕事だからって割り切ってなんか無難に紹介したって誰のためにもならないなって思っちゃうから、なんかちょっと話それたんですけど、だいぶそれたし、なんか暴言も入ってるんですけど、大丈夫ですよ。だからこそなんかこの空白っていう今オリジナルの作品で、あの渋谷でも上映してますし、新宿とかだと僕てっきりあのテアトル新宿とかの公開規模なのかなって思ったら、新宿ピカデリーでやってて、ピカデリーでそうですよね、僕のピカデリーで見てきたんですけど、あこの規模というかこのオリジナルの作品でピカデリーでかかるんだって、だからなんか本当にこの作品たくさんの人に届いてほしいなって思ってますし、なんかいい作品に出会ってこそ、なんかいい作品っていうかその人にとって本当に人生観変えうるほどの映画に出会ってこそ映画を好きになってもらえるのかなって思うので、なんかこの空白はその一本になりうるんじゃないかなと思うので、あのすでにもう公開始まってるのでご覧になられてる方も多いとは思うんですが、まだご覧になられてない方にはぜひ空白をご覧いただければと思います。はい、そんな宮崎さんの熱い思いの、すいません、ちょっとなんかだいぶ中身からそれた話をしてしまいましたが、いやでもそういうの大事というかいいと思います。ちょっと怒られないか、ちょっとなんですけど、いろんな方面かな、やっぱりこうなんだろう、その映画ってやっぱり誰かがおすすめしたりとか、はい、あとはまあ今だったらウェブとかの、はい、コメントというか、評価というかを見て皆さん行ったりとかされる人も多いとは思うんですけれども、こうね、誰かがやっぱり勧めたりとか
こう情報がないと見に行けないと思うので、ここでもどんどんそういうおすすめの作品をしっかり届けていきたいなと思います、はい、例えばなんかその映画にしても、例えば音楽にしてもアートにしても、はい、それぞれやっぱりその人その人で心打たれるものって違うと思いますし、まあ、音楽だったらこうなんだろう、日常でこう流れてきてたりして自分に響いて、あこのミュージシャン誰だろうとか、この曲誰だろうっていうのあると思うんですけど、はい、映画ってなかなかその劇場に行くまでのハードルがあるじゃないですか。そうですね。だからそこをやっぱり超えるにはいかにね、こうやって、本当にいいですよって、すごい素敵な作品なんですよっていうのをこう伝えてね、一、はい、人でも二人でもこう劇場に足を運んでくれる人が、いて、こう何か心揺さぶられてまた映画見に行こうっていう風になってくれたら嬉しいですね、はい、そうですね。僕ちょっと保身に走っていいですか、うん、いやそれも大事だと思います。なんか語弊がやっぱ生じてるなと思って、はいはい、別に僕、はい、漫画原作とかをバカにしてないですし、うん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 、僕あのヒロイン失格っていう少女漫画原作の映画大好きなんですよ、はいはいはい、なんかヒロイン失格に出会えたからむしろ偏見なくなったなと思っていて、だからやっぱどんな作品もピンキリなんですけど、まあすね、まあオリジナルでもやっぱつまんない作品全然ありますし、うんうんうん、でドライブマイカーみたいな素晴らしい作品もあるし、うんうん、少女漫画原作のヒロイン失格ってい う、ね、あの素晴らしい映画もあったりするので、なんかちょっとなんか偏った人だと思われてるなっていう、ちょっとこれは私が言える立場ではないですけど、はい、やっぱりなんかね、作る側の人たち監督もこの原作が良いからこれをどうしても映画にしたいって思いで映画にするのかとか、それともまあお仕事としてこれの人気が出た漫画があって、それをじゃあ映画にもしてみようっていうことなのかで、やっぱり結構大きく変わってくるんじゃないかなっていうのはこう感じますよね、うん、監督さんのなんか熱量だったりとかっていうのは ね作品見てると感じますもんね、うん、それが原作だろうとなかろうと、はい、うん、まあ、要するにあの空白をぜひご覧ください、そうですね、っていうことです、はい、渋谷はユーロスペースで、そうですね、ユーロスペースで公開中です。ユーロスペースでやっています。ぜひ皆さん空白チェックしてみてください。はい、ありがとうございます、はい、はい、そしたら後半行く前に曲を1曲かけて、曲を挟んでから後半に行きたいと思います。では曲で、ローでジャストスタンドバック
曲はローで Just and Back でした、引き続き番組の、感想や宮崎さんへのメッセージご意見など受付中です。info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp まで、メッセージお待ちしております。さて後半引き続き公開中のね、はい、映画をちょっとおすすめ宮崎さんの方から何本かご紹介いただこうかなと思っております。はい、まあ、ちょっと簡単に、ご紹介していければと思うんですが、はい、うん、渋谷だと渋谷シネクイントで公開されている水俣、はい、うん、もうご覧になられた方もいるんじゃないですか ね、チェックされてる方もね、多いかもしれない。このジョニー・デップがですね、アメリカの伝説的写真家ユージン・スミスを演じていまして、彼が1975年に発表した水俣っていう、その水俣病の患者さんたちをこう撮ったりしたあの写真集があるんですけど、それを元にしたその当時の水俣の真実をこう届けようと奮闘した人々を描いた作品になっているんですけど、ちょっと僕も試写で見たの5月ぐらいだからちょっと記憶が薄れてきちゃってるんですけど、けどそれでもまだすごい残ってるものがあって、なんかその水俣病ってもちろん皆さんご存知だと思いますし、あの僕も知ってたんですけど、やっぱりどっかこう学生時代に授業で習ったとこ、まあ、教科書の止まりというか、もうそこで完結してたし、はいはい、もう終わったこ、はい、ちょっと本当に今最悪なこと言ってますけど、終わったことだなって思ってたんですけど、今でも苦しんでる人はいるし、あの本当にその酵素のなんか問題とか、その国との問題とかも残ったままですし、でその日本で起きたそういう事件を、この友人スミスが日本に来て写真を撮ってそれを世界に届けたことで、いろいろ状況が変わってったっていうこととか、全然友人スミスのこととかも学生時代の頃聞いたのかもわかんないですけど、覚えてなかったですし、だからなんかその友人スミスのことも知れるし、水俣病のことについて今一度こう向き合えるっていう意味でも、この水俣は僕は見てよかったし、日本人としてあの水俣病というものがあるこの日本で生まれたものとして水俣をこう見られてよかったですし、ちょっと付随してなんですけど、10月にあのこのユージン・スミス自体を扱ったドキュメンタリーもあの公開したりするので、あのこの水俣見た方はぜひそっちもチェックしていただきたいんですけど、はい、あのでこの映画あのよくあるじゃないですか、はい、あの外国の映画だけど舞台が日本の基地に、はい、日本の文化がおかしくなってたりとか、はい、片言の日本語喋ったりとか、はい、なんか日本人が見たらちょっと、はい、うーんっていうのあると思うんですけど、この映画全然ないです、はい、ないですし、真田広之さんとか浅野忠信さんとか、はい、周りを固めてる、あの加瀬亮さんとか、はい、本当に日本のこうトップの人たちが脇を固めてることもあって、そういう外国の映画だけど日本のおかしな描写みたいのがないのも、はい、あの安心して見てもらえればなと思います。水俣あの現在公開中ですので、ジョニー・デップ好きな方も、あのカメラマンの方というか、はい、カメラ好きな、はい方も友人スミスを知れるという点でも、はい、あの楽しめると思いますし、うん、日本人として水俣病の現実を、うん、あの今一度理解するためにもご覧いただければなと思います。うん、そうですね、最近なんかこういう、ね、テーマを扱ってる日本の作品、ね、昔の古い作品だったら、はいあると思うんですけども、ね、今この時にこういう、ね、作品があるっていうのは改めて知れる、うんうんうん、本当にいい機会ですよね。うん、あでそのさっきちらっと言ったそのユージン・スミスのドキュメンタリーはジャズロフトっていう映画なんですけど、うんはい、スミス画像ないんですけど申し訳ないんですけど、はい、あのそのジャズロフトはそのユージン・スミスが水俣に向かう本当前の時期を描いたドキュメンタリーで、うんだから水俣見てたら余計楽しめると思うんですけど、はい、ユージン・スミスが住んでたそのロフト、まあ、家ですよね、その何階建てのロフトがあって、そこで連日いろんなこう
ジャズミュージシャンたちが集まって、うん、もう朝から晩までジャズをこう、はい、弾いてて、それをユージン・スミスが録音したり写真を撮ってたっていうドキュメンタリーなんですけど、うんうん、その彼が住んでたであろうロフトが多分水俣の冒頭で彼が住んでるとこと多分一致してるんですね。そうなんですね。だから水俣見ててこそ、あ、はい、これがこれかっていう、そのドキュメンタリーを見た時に分かると思うので、うんうんうん、ジャズロフトもぜひあの10月公開なのでチェックしていただければなと思います。ジャズロフトですね。10月の何日だった？10月ですね、はい、10月公開ジャズロフトもチェックしてみるとまた一層ね。そうですね、水俣見た人ならより楽しめます、うんうんうん、ので水俣ぜひぜひっていうことです。はい。で、もう一本あの現在公開中でおすすめの作品があるんですけど、はい、何でしょうか。愛だよどこへ。愛だよどこへ、はい、こちら渋谷文化村ルシネマほか、うん、はい、各劇場で現在公開中なんですが、はい、こちらがですね、アカデミー賞の長編、あ、国際長編映画賞にノミネートした、ボスニアの映画なんですが、はいはい、あのこれも、まあ、ちょっと水俣と通ずる部分があるんですけど、こっちに関しては僕全然知らなかったんですけど、1995年の7月に起きた戦後ヨーロッパ最悪の集団虐殺事件、はい、スプレニツァジェノサイド、はい、そういう事件があったんですけど、まあ、その事件へと至るまでの過程を背景に、通訳として働く主人公のこのビジュアルにも映ってる間が、はい、こう極限状態の中で夫と二人の息子の命を守るべくこう奔走していく姿を描いた、ちょっと実話を背景にした物語、はいはい、まあ、創作の物語なんですけど、なんですかね、本当に、まあ、まずその虐殺事件、その95年、僕小3とかだから間違いなくその時代生きてるんですけど認識してなくて、でそういう事件が、まあ、そのもう戦後の第二次世界大戦を経た1995年にそういう虐殺事件が、まあ、他国ですけど起きていたんだっていう、その他国とはいえ同じ人間じゃないですか、はい、同じ人間である以上同じことをやらかす可能性は、ね、まあ、日本には銃とかないからあれですけど、けどそういう心は持ち合わせてると思うので、やっぱりなんか知っておいて損のない95年の出来事ですし、あとこの映画見てあのちょっと調べた時に一番びっくりしたのが、あの、まあ、この物語の舞台がボスニア で、はい、でこれが監督がボスニアの監督なんですけど、そのボスニアって年に1回1本しか映画が作られないんですよ。え、それはなんか決まってるんですか、国で。いろんな制約があるみたいで。それは国の決まりってことですか。国の決まりなのか分かんないです。なんかそういういろんな国の状況が関係してて、はい、映画が1本しか作られない国なんですね。でその国で監督は過去に海外で映画賞を取ったりもしてて、今回もあの受賞までは至らなかったんですけど、アカデミー賞で外国語映画賞にノミネートしてて、例えば日本に置き換えて考えたら、ね、日本で映画1本しか作られてなくて、それが海外で賞を取ったり、ね、ノミネートされるってよっぽどじゃないですか。本当そうですね。だからその才能もあると思いますし、まあ、扱ってる題材の重さ、社会性っていうものもあると思うんですけど、なんかそういう、まあ、その前提条件を踏まえて見る、見ないは、まあ、はい、お任せしますけど、はい、やっぱりなんか背負ってるものは違うなと思いますし、まあ、あのその当時もう大人でちゃんとその事件を認識してた方は普通にその事件のこう最中に生きてた人々を知れるっていう意味でも楽しめると、はい、楽しむっていうと語弊ありますけど、まあ、楽しめますし、僕みたいにこの事件のことすらよく分かってなかった人にとっては事件を知ることができる、さっきの水俣と同じで、はい、水俣病でどんなことが起きてたのかとか、ちょっとなんか今日社会派みたいな映画ばっかり紹介してますけど、はいはい、別になんか僕はそういうのだけをなんか素晴らしいと思ってるわけじゃないんですけど、うん、はい、んす、今公開してる作品の中でやっぱりズバ抜けてるなっていうのは、あの空白だったり水俣だったり、この愛だよどこへ、すごいあの響きうる、なんかその人にとってなんかこう心を揺らがしてくれるものを備えた映画なんじゃないかなと思うので、ぜひご覧いただければなと思います。はい、ありがとうございます。そしてですね、はい、なんと
すごくタイムリーなんですけど、番組宛にメッセージをいただいたんですが、なんとその方が先週愛だよどこへという映画を見たのですが、とても面白かったためメールしましたということで、すごいすごいね、ね、いただきました、山の子さんです。こんばんは、いつも楽しく聞いています。この愛だよどこへという映画を見たということなんですが、ボスニア紛争中8000人以上の住民が殺されたスレブレニツァ、言いにくいんですよこれ、スレブレニツァジェノサイドの虐殺についての映画です、はい。で、銃撃戦や血が流れるシーンはほとんどないのですが、それが、残酷さを際立てていて、何とも言えない気持ちになりました。1995年の出来事で、日本では地下鉄サリン事件などが起きた年ですが、近年にこんな虐殺事件があったとは映画を見るまで知りませんでした。私も知らなかったです、映画は人間の至らなさや現実の厳しさ、美しさを表現できるのだと新たに感じさせてくれる作品でした、皆さんもぜひ見てほしいです。また次回も楽しみにしておりますということです。ありがとうございます。ありがとうございます。山の子さん、ね、すごいタイムリー。いや、あのご自分で愛だよどこへたどり着くってよっぽどの映画好きな方ですね。ねえ、いや嬉しいな。なんか一致しましたね。そうですね。ねえ、でもね、こうやって見てる方がいて、しかもこのね番組を聞いてくださってる方っていうのもまた嬉しいですし、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ、皆さんも愛だよどこへ、はい、文化村ですね。そうです ね、文化村あるシネマ他公開中です、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、曲いこうかな。曲先にちょっとかけましょうかね。はい、じゃあ曲お願いします。SX グリーンで Everything is Green。
曲はエセックスグリーンで Everything is Green でした。宮崎さんありがとうございます、はいね、今回はちょっと公開中の映画ということで何本か紹介させていただいたんですけど、はい、今ちょっとお話を聞きながらその水俣だったりとか、はい愛だよどこへ、まあ、そういう作品でなんだろうちょっとね社会派に今日は偏ったところもありましたけれども、はい、でももちろんエンタメがあったりとかね、うんうん、そういうのも楽しいですしね、はい、こういろんなジャンルがあって映画だなとは思うんですけども、うんうん、でもやっぱりこういう社会派の映画も一つ、うん、欠かせないというか、うんうん、必要だな必要なんていうんですかねやっぱりねあってこう見て揺さぶられるっていうのは絶対あると思うので、うんうんぜひ皆さんもなんかなんていうんですかね離婚の見せずというわけではないですけど、はい、なんかこうピンと引っかかったりとかしたら見てもらえたらなとは思いますね、うんはい、でそれでちょっと思い出したことがあって一つ言ってもいいですか、はい、私何年か前に、はいまあ、ある脚本家さんにお会いしたことがあるんですね、はい、でその方はもう80近くかなもうで昭和の結構映画の全盛期で活躍された方で作品を聞けばあっていうような作品をたくさん書かれてる脚本家さんなんですけど、はいその時にまあいろんなお話をお伺いしていてでぶしつけかなと思ったんですけど、はい、一つだけちょっと質問を私させていただいたんですね、はい、でまあなんて聞いたかっていうと、まあ、自分はちょっともう本当に映画の片隅だけれども、うん、映画に関わるような、仕事をさせてもらってると、うん でそういう映画に関わる人たちにもしその方が言えることがあるとしたら、うん、どんなことですかっていうようなことをもしよかったら聞かせてほしいということをお伝えしたら私は結構響くことを言っていただいて、はいうん、それっていうのがですねまあその方曰く、はい、今映画に関わっている人たちに言いたいことというか伝えられることがあるとしたら、今生きている時代の中で何ができるかで自分たちはその彼の時代は高度成長期の裏側で見捨てられた人たちを救うために映画を作ってきたっていうふうにおっしゃっていて、まあ、もちろんそういう映画ばかりではないとは思うんですけどもそういう思いで作ってきた、まあ、その一つに水俣病もある水俣病の話もされてたんですね、はいでだからこそこう今の人たちにも今の時代で何ができるのかっていうところをこう考えるというか見つめてほしいっていうことをおっしゃっていてあとはとにかく映画を見るっていうことともう一つ毎日命がけで生きるっていうことをおっしゃっていてすごくこう心を打たれた、うんうん、で本当に人は誰一人として見捨てられてはいけない、うんうん、でそれはその高度成長期の裏側その時代もそうですし今の時代でもこのなんて言うんですかね今の言葉でよく使われているのは格差社会みたいな、うんうん、その裏側でやっぱりこう見捨てられてるって言っていいのかな、その裏側にいる人たちも、はい裏側というかその格差の差の中で生きている人たちというか誰一人として見捨てられてはいけないっていうところでの問題がたくさんあると思う。でそこにやっぱりこう映画だけではなくてこう一人一人がね向き合ったりとかもう知らないことだらけだからこう知るっていうことが大事なのかな。それはもちろん一つね映画を見て知ることもあるでしょうし、いろんなね知る機会はあると思うんですけど、ちょっとそんな言葉を思い出してこう先人の言葉をいやなんかその話を聞いて今僕、はい、ちょっとだいぶそれちゃうかもですけど、はい、マーベルヒーロー映画あるじゃないですか、はいはいはい、マーベルコミックの、はいはい、がまさしくそういうことしてるなと思って今の時代をちゃんと反映させた映画作りというかそういうアクションだったりヒーローだけど
その直近だと僕ブラックウィドウを劇場で見た時に、はいはい、なんでしょう、こう笑えるしハラハラするし楽しいし、はいはい、でそれでいてこう胸もジーンとするし、でその女性が不当な扱いをされてる中、はい、こう女性がこうたくましく戦っていくっていうブラックウィドウの描き方がされていて、マーベルってやっぱその時代ごとのこう、はいはいはい、バックボーンをなんかこう現実のを取り入れてるからこそやっぱりあれだけヒットしてるし、なんか今の最初のお話を聞いててやっぱりこの今の時代をちゃんとこう見据えて描いてる、まあそういう作品が全てじゃないですけど、けどなんか大切ですよね、そういう、そうですよね、だからそれが本当に別に社会派といわれる作品だけじゃなくてもエンタメでもやっぱりそのね時代を感じるというか、今の時代だからこそっていうのを表現しているとね、やっぱり感じ方とかあの受け取る方も見る方もね違ってあの見られるかなとは思いますよね。そうですね、ね、なんかちょっと今日はそんな真面目な感じになっちゃいましたけど、こんな回もいいですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ではそろそろお時間となってきました、この放送は YouTube でもご覧いただけます、YouTube で渋谷クロス FM と検索してみてください、見逃した人は YouTube でもご覧いただけます、宮崎さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送は10月24日です、また第4日曜日の夜にここ渋谷クロス FM でお会いしましょう、メッセージもまたお待ちしております。山の子さんメッセージありがとうございました。ありがとうございました。皆さん映画また、10月もね、緊急事態宣言も東京ね、はい、明けてくるようですし、こう気をつけつつね、また劇場に、はい、足を運んでいただければなと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。空白ぜひご覧ください。空白ね、空白ぜひ皆さんチェックしてください。